木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。今年の妄想は稀に見る大混戦。クソメンたちの妄想は3年目にしてさらなる高みへ。妄想の中でならあの子もやれる、この子だってやれる、ああ、あいつもいけるかも。想像力の飛躍により候補者が20名に絞りきれないという事態も招いた今回、我々の結論は一つ。だったら増やしてやればいい。それが我々メガネビーキとクソメンの絆。ここが TBS だ。ここでやれ。第3回クソメンが選ぶ俺たちでもやれるはず、アイドル妄想総選挙、通称やれる総選挙開幕。というわけで、女性アイドルたちのみならず地球上のクソメンたちが注目するやれる総選挙2015年、今年のやれるセンターは一体誰になるのか。あの女が3連覇 &AKB 総選挙とともに2度目の2冠を達成するのか。これちょっとなかなか今回本当に難しいんですよね、この辺はね。なかなか今回はちょっと波乱の感じありますけども、ね、それでは早速このやれる総選挙の解説をと、務めていただく方をご紹介しましょう。やれる総選挙といえばこの方、永遠の妄想クソヒゲ野郎こと剣道小林さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。また今年もありがとうございます。毎年もやってきますんで ね、はい、必ずやっぱもう解説の人はこの方しかいませんのでね。いや、そろそろこの季節かなと思って無意識に思ってたんですかね。思ってましたか。はい、最近僕逆にこうやれない妄想のオナニー繰り返してたという。備えてたんですかね。結果やれないみたいなことばっかり考えてたんですよ。そっちになってたんですね、はい、そっちで気持ちよさそうですね。なんかね、この2ヶ月ぐらいずっとね、やれない人とばっかり妄想してたんですよ、うん、あらー。はい、でもね、それもなんだろう、筋トレになってるのかな。でも今回のためのためを作ってたんだと思います、ね、そうですね、はい、で今回はやれるわけですから、はい、ね、うんうん、やっていいんですから、うん、さっきあのやっぱ一応トイレ行っといたんですよ。うんうんうん、うん、ほんならまあもうパンツにはなめくじフォートアートみたいなのついてましたからね、うん。やれる直前まで来てるんですよ。なるほど、はい、そういう状態にやっぱコンディション上げてきてるんですね。持ってきてましたね。体がやっぱ覚えてたんですかね、この季節だというのは。やっぱり違うんだね、はい、本当にね。すごいな。で、しかしバイキング水曜レギュラー、はい、今そうですよね、小林さん予備移動してから、予備をね、木曜日に、木曜日に移動してからというもの、はいはい、あれ以来初めてですね。全く合わなかった。不思議なもんですね。不思議なもんですね。あんなに合ってたものが全く合わないですね、あれから。本当に合わないなって、合ってたのに合わなくなるからね、不思議なもんですね。それがまた今年いいためになってます。なるほど、はい、ね、確かにね。そうなんです、話しちゃいますしね。あいつやれんじゃないかとか話しちゃいそうでしょ。ね、はい、こういうのは一切ね、当日の方がいいですもんね。番宣のゲストで来たことも言っちゃいそうですもんね。あいつやれんちゃうか。可能性あるある。やばいやばい。よかったんだ、だから。結果オーライなんだね。結果オーライですね、あれは。相当早めに、あの、コボさんのスケジュールは、もう4月にはもう抑えてたってことです。ありがとうございます。はい、やっぱいないと無理だってことで。本当ですか。そう言っていただけたら。どうでしょう、今年の総選挙どう見てますか。やっぱり、うん、今回柏木さんがね、エントリー外されたということで、うん、逆にこのやっぱガチ感出たと言いますか。あ、逆に言ったら何から逆やねんっていう話ですよ。、はい、あれやっぱ外すことには賛成ですよね。まあ賛成ですね。ちょっとあちらの方のジャンル行かれちゃうと、はい、
ちょっと妄想しづらいですよね。書面には難しい。書面ではちょっと無理だっていう。相手が悪かったと。そうですよね。そう。あれがね、人によるんですよね、本当に。場所と。そうだよ、結局ね、ああいう記事だと温泉とかなんかいろいろ言ってますけど、まあ、そこに連れていくことがまずあり無理な話じゃないですか、普通だったら。ちょっと音感的にもね、あのちょっと手こきを意識させるというか、あくまで音感ですけど、音感はね、はい、手こきね、そうかそうか、そういうのもあるんですね、うん、なんかコウさん、AV オープン2015のメインサポーターになったんですか？そうなんですよ。今年選出していただきまして。あ、すごいですね。はい。はぁ。よかったですよ。オープン？これは、都内で。あなたが決めると。毎年これもやってるんですよ。日本一決定戦の開会式に。はい。うん。第2回ですかね、これは。この大会よりはだから権威1年薄いんですよ。薄いけども。まだまだ。はい。でもやっぱこちらの方のプレゼンターも、いやもうそっちもうそっちの人なんだよ。そうなんですね。俺気がついたらそっちの人なんですよ。例えば向こうもね、そういうお仕事で、まあ男性相手のお仕事なんで、裏のセキュリティの厳重さは普通やなかったですけどね。全然控室の場所もわからないぐらいでしたよ。そうだいぶさまよったんですけど。これはなかなか。いろいろ精力的にやられてますね、やはり。ここでもね、いろいろやっぱ妄想させていただきました。そうですよね。原稿版妄想発射なんていう。タイトルが、ついてますもんね。セクシー女優欧州副上司を。ってね、とんでもない見出し与えられてますけど。結構やっぱり見られてるんですか？はい。こちらの方の、ビデオの方は。こっち、かなりの本数見てますね。はい、年間200本ぐらいは見てると思います。年間200本。はい。ちょっと今業界がね、ちょっと細ってきてるんで、ショップがね、営業時間を短くしたりしてるんですよ。夜中やめたりとか。あ、そうなんだ、今。だから僕はもう、極力、このネット通販で買わずに店舗で買うようにしてるんですよね。その辺評価されて多分これ抜擢されたと思うんですよ。なるほどね。はい。今日たまたまそのゴッドタンの今日収録がありましてね。はい。まあ、何年かぶりにゲーセワニュースという企画があって、まあ、ゲーセワなニュース。はい。そこに今日、なかなかね、この方も、テレビでその、出ないんですけども、出てくれまして、シミケンさんが。あ、シミケンさん。はい。はい。シミケンさんがこう、いろいろ AV 業界の裏話を教えてくれまして、あれは小林さんいたら楽しかったでしょうね。いや、ところがね、シミケンさんこの日楽屋が一緒やったんです。はいはいはい。あ、もう一緒だったんですね。うん。その日、くしくも僕の現場マネージャーの19歳の女の子が僕の担当最後の日やったんですけども、シミケンさんと僕のずっとトークを聞いてね、まあちょっとうんこ系の話やったんで、うんこ系の話なんですね。うんこ系の話をするんだ。うん。最後の、日に、挨拶なしで帰られましたね、19歳の。あの若い子ね。はい。なかなか可愛い子ですよね。そうなんですよ。もうちょっと大阪の方に移動があるんですけど。あ、そうなんだ。最後飯でも連れて行こうかなと思ってたんですけど、現場終わったらいなかったですね。うんこ話してから。シミケンさんとコバさんが普通の女の子が耐えられるような下ネタを話すわけないですもんね。わけないんですよね。ね。そんな話する意味がないですね。面白かったですよね、今日ね、いろいろ。今日は面白かったわ。もう劇団一人の質問が長すぎて。